はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん、オイスターソースって使ってますか？牡蠣の出汁がたっぷりで料理が美味しくなりますよね。なんで他の貝ってないんですかね。ということで今日はアサリを使ってクラムソースを作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらのアサリを用意しました。過去にうちの動画では牡蠣からオイスターソースを作ったことがあります。オイスターソースとは中国広東省発祥の調味料で、牡蠣の煮汁に砂糖や塩、でんぷんなどを加えて作ります。普段の料理にちょい足しするだけでコクと旨味がプラスされ、一気に本格的な味付けに変化する便利な調味料です。牡蠣は海のミルクとも言われ、グリコーゲンや貝類の旨味成分の琥珀酸、甘みのあるグリシンなど旨味が豊富に含まれています。なので普段の肉料理や魚料理などにプラスすると、肉や魚の旨味と相乗効果で旨味をアップすることができます。そこでふと疑問に思ったのですが、これだけ便利なオイスターソースですが、他の貝類を使った似たようなソースってほとんどスーパーなどで見かけませんよね。実は他の貝を使っても美味しいソースが作れるんじゃないかと思い、今日はこのアサリを使ってクラムソースを作ります。アサリといえば日本でも馴染みのある貝の一種で、スーパーなどでもよく売っていますよね。味噌汁、酒蒸し、しぐれ煮などレシピもたくさんあります。アサリも牡蠣同様にグリコーゲン、琥珀酸、グリシンなどの旨味成分が含まれています。ということはきっと美味しいソースが作れるはずです。それではまずは全体を水で洗います。砂抜きは完了しているので、一度茹でて殻を剥いていきます。牡蠣は大きいので数も少なくていいですが、アサリで作るには数が必要ですね。何個あるか数えてみます。1個、2個、3個、4個、264、265、全部で265個のアサリです。まずはアサリを軽く鍋で茹でます。茹でたアサリを殻から取り出します。殻から外すと結構量が少ないですね。殻を剥いたアサリを鍋で30分くらい煮込みます。煮込み終わったら、初めに茹でた茹で汁と2回目の茹で汁をザルでこします。こし終わるとこんな感じで煮汁が取れます。この煮汁の感じはほとんど牡蠣と一緒ですね。ちょっと飲んでみましょう。うん、これはアサリですね。旨味がたっぷりと染み出てます。意外と塩気がありますね。それではこの煮汁を少し煮詰めます。ボウルに砂糖、片栗粉、老中、水を加えてよく混ぜ合わせます。ここで塩も入れるのですが、さっき味見をしたら塩気が十分にあったので、まずは塩なしで、味が足りなければ塩を足します。煮汁に合わせ調味料を入れて、とろみが出るまで煮詰めていきます。最後ザルでこして、自家製クラムソースの完成です。見た目はほぼオイスターソースです。冷めるとしっかりと粘度もあります。一度味見をしてみます。うん、オイスターソースとはまた違った味わいで、少しアサリの苦味があります。アサリの旨味も感じられて、これは調味料としてもいいかもしれません。これで炊き込みご飯とか美味しそうです。それではクラムソースを使って何か作ってみましょう。まずは牛肉に砂糖、醤油、胡椒で下味をつけます。フライパンに油をひいて、ニンニクの芽を炒めます。火が通ったら一度取り出し、牛肉を炒めます。牛肉の色が変わったら、ニンニクの芽を戻し入れ、クラムソースで味をつけてさっと炒めて完成です。次にフライパンに油をひいて、ネギ、ニンニク、アサリを炒めます。そこに溶き卵を加えてご飯を炒め、胡椒、クラムソース、塩、ごま油で味を整えて完成です。牛肉とニンニクの芽のクラムソース炒めとアサリチャーハンです。早速食べてみましょう。いただきます。肉とソースが合わさることで、より味わいに深みが出てます。これはご飯のおかずにぴったりです。そのままご飯の上に乗せて丼で食べたいですね。アサリって普段から食べていて、日本の食卓にも馴染みがあるからか、味わいに和を感じます。オイスターソースって中華なイメージですけど、また違いますね。次はアサリチャーハンです。これもご飯とクラムソースがしっかりと絡み合って、タレの焼けた香ばしさが口に広がります。ありですね。むしろなんでクラムソースが一般的にないのか不思議です。そう考えると、ハマグリ、サザエ、ホタテなど身近な貝でもできるかもしれません。貝のソースは可能性がたくさんありそうですね。身の回りの調味料も、作る材料や工程を変更したら新たな発見とかありそうです。今日も美味しかったです。
ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。クラムソースいかがでしたか？何か工程や材料を変えて作ってほしい調味料とかありますか？自分たちは群馬県を中心にホルモン島田というホルモン屋をやってます。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。新しく東京豊島区JR 駒込駅北口から走って1分の場所にホルモン島田駒込店もオープンしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいんだと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。